小小坂って宮崎五郎監督じゃない俺びっくりして五郎ちゃんにね監督チャンスがもう一回あるとは思わなかったなゲド戦記のことを誰も言わなくなったじゃないゲド戦記の時って宮崎五郎第1回作品って出たんだけども第2回のこと誰も言わないからてっきり五郎ちゃんはもうアニメはいいやと思って引退したんだと思ったんだけどもそうじゃなかったんだねさっきの舞台挨拶見たらすっごいいい男になっていい男っていうのはイケメンとかそういうんじゃなくて。 なんかね、戦いを経たもののふの顔になっててああいい感じになってきたなと思ったんだよな。いや俺一番気になったのはあの親父だよね早尾宮崎早尾早尾とね和解したのかなと思って「どうなんですか?」ってある人に聞いたらっていうふうにやってたからやっぱ早尾とは仲が悪いんだなとそこら辺もなんか僕がゲスな興味って言ったら何なんだけどもあの親子について面白いところだよね。あの下戦記やった時にさ、 宮吾郎がジブリの公式日記に書いたのがすごかったんだよな父親とどんなに仲が悪いのかっていうのをどんどんカミングアウトするだから吾郎君って本当にね性格いいと思うんだけどもそういうことは隠さずにどんどん書いちゃうんだよね母親から昔からもうあの人は父親らしいことは何もしてくれなかったっていうのを散々聞かされてたから自分はアニメだけはやるつもりがなかったっていうのを日記で書いたんだけどでもある日鈴木敏夫に騙されて監督を引き受けさせられた。 のがあってすげえなゲドセンキってアーシュラ系ルグインっていうアメリカでね、まあ、最も有名な SF 作家の一人の原作なんだアーシュラ系ルグインのところに宮崎五郎が「これから監督します」って言って挨拶に行くことになったんだよね。 でも大豆に揉めてさだって宮崎駿は鈴木敏夫プロデューサーが五郎君を監督にする時に大反対してあいつにはそんなことができないとかもう散々言ったってんでかっていうと「ゲド戦記」こそが宮崎駿がもう昔からずーっとやりたかった作品なんだよなだからナウシカにしても「もののけ姫」にしても何にしても全てゲド戦記をやるためにずーっと彼が貯めていたイメージボードとかストーリーとかをもともとやりたくてでもそれができなかったリトルにもやりたかったでもできなかった流し切って長敷 ピッピやりたかった。でもできなかった。かかっっででもきなそれでしょうがなくハイジやった未来少年コナンやったカリオストロの城やった宮崎駿の歴史ってさ今見ると栄光の歴史なんだけどもやっぱ若い頃見たら敗北のの歴歴史、史できなないことの歴史ばっかりなんだよで。それが宮崎駿が最も嫌う家督相続というか息子だからできるだろうみたいな形でジブリという力を使われて自分が散々鍛え上げたツール武器としてのジブリを鈴木敏夫がひょいっと取り上げて 五郎君、監督できるだろうみたいな形でやったらだってあんなにコンディションのいいスタジオだから誰でもそこそこのものはできるのはわかるんだよ。でもうそれをやってそんなことでアニメ界はいいのかとそんなことで俺たちは何のために東映で労働葬儀までやって「太陽の王子ホルス」を作った時に高畑勲と ピケまで張ろううかといいぐらい大問題になって世界三大労働葬儀と言われるぐらいの大論争を起こしてまで頑張ったのかそれは宮崎駿にしたは切ないよでおまけに昔から一番やりたかったゲド戦記を息子がやるっていうふうなことでもう大喧嘩したらしいんだよもう息子とも喧嘩する鈴木敏夫とも大喧嘩するあしらけルグインに鈴木敏夫とゴロ君が会いに行くときに宮崎駿が俺はもう絶対知らんの何も協力しないって言ったんだけども鈴木敏夫がそんなこと言わずに皆さんも来ないよって言ったんだよで宮崎駿何を考えたのか ついてくることになったんだよ3人鈴木敏夫と宮崎五郎と宮崎駿が行ったんだな。あシロケルグインのところに行って挨拶して「今回は原作をいただいてありがとうございます」「彼が監督をする宮崎五郎君です」「彼は宮崎駿の息子で大変才能のある人間で」っていうふうに鈴木敏夫が言ったらそれをグイッと押しのけて宮崎駿が「いやこいつは全然ダメですこいつには監督能力なんか何もありませんこいつには何もできる人間ではありません」 ところで私が描いたイメージボードを見てててくださいって言っ言イメーージボードを出して散々「私はこんなゲド戦記が作りたい!」って言った後でも僕はもうゲド戦記なんか全くやるつもりはありません!」バーンって言ったらしいんだよ。そん時生まれて初めて鈴木敏夫は宮崎駿のことを殴りたいって思ったそうなんだけどさすごいよねクリエイターっていうのはクリエイターっていうのはここまですごいしここまで業が深いしあんな感動的なことをする人が そこまで自分の息子を追い込んだりするんだよな。現にゲド戦記が公開されたときに。 同時公開されたジョン・ラセターの「カーズ」っていう映画があるんだけどそのカーズを宮崎駿はすごい応援してジョン・ラセター監督は私の息子のようなものだっていうふうに言ってでゲド戦記には何のコメントもよこさないっていう世にも薄情なことを言ってまるであのアームストロング・オズマーを大リーグボール打倒ギブスをつけた星一鉄のような星一鉄は本当に愛情があったんだけど宮崎駿はアニメに対する愛情があるけど息子に対してはどうなのかっていうのがあってそこら辺がすっごい面白かったんだよそこまで。 やっててで五郎君はゲ戸戦記にしてもぶっちゃけ言えばそんな大成功ってわけじゃないじゃんなのに国立小,小坂をちゃんと今回できたっていうのはやっぱスタッフのね信頼厚かったんだろうねあのね五郎君悪く言う人。 本当に、ね、ジブリ界隈でいないなんだよね。前あの建築やっジブリの美術館の館長やった時も宮崎駿と建築家がやっぱ対立するんだよ。駿っておっさんは天才なんだけども天才特有の癖っていうのがあって建築家と大喧嘩になった時に五郎君が出ていて両方の顔を立てるみたいなことするんだよな。 アーシュラ家ルグインの家にいた時もルグインの家でこれどうなるのかっていう時にルグインの息子のテオっていうやつがいるんだでテオっていう息子とが出てきてさあさあ皆さんあちらにランチの用意ができてきますって言ったらいきなりここ雰囲気がふわってなったそうなんだでアーシュラーケルグインも気難しい天才のば、まあさんなんだけどもで宮崎駿も日本が誇る気難しい天才のじいさんじゃ。 両方とも息子が人格者でなんとか場がうまく収まったっていうねいい話だなって思ったんだけどこういう話ができるのもニコ生がですねいかにジブリと接近しようが中立を保ってくれるおかげです。絶対地上波じゃできなないよな 本当かっていうふうに聞かれるけどもこれらすべては俺が考えた話とか俺が調査した話でも何でもないんだよなその時にジブリの公式サイトに載っている宮崎五郎君の日記と鈴木敏夫さんの日記とかインタビューとか全部載ってるんだよなそれを繋げただけなんだけどもこんな面白い人間模様があったっていうのはやっぱ僕面白かったな。早尾さんの味方が勝ったいいみたいなそうだろうあのね天才のアニメーターっていうのはやっぱその天才性を維持するだけの 歪みっていうのがどううのどしても出ちゃうんだでそれに関して僕らは思ってる通りの早緒じゃないっていうふうに言うんじゃなくてやっぱりすごいなっていうふうに思った方がおもすごいなと思うし自分はなれないなって思った方が拍手できると思うんだよな僕らはあのほらミスタージャイアンツって言われた長嶋茂っているじゃん年寄りの人はね神様扱いしてるんだけど若い人はあんまり知らないんだけどあの人天然伝説いくらでもあるんだよな、ね、こんな変な人だっていう。でやっぱすごい人って天然なところがあって面白いと思うんだけど 宮崎駿のインタビュー本の中で宮崎駿はですね「カリシロナウシカラピュタトトロのことを四角形」と呼んでいますそれは何かというともう自分の中で何だろうなやりたいことはやり尽くしちゃったといわゆる四角形の4つの角をもうやり尽くしてしまってもう残ってないと。 の監督やるつもりなかったとはっきり言ってアニメーターに戻りたかったと監督が嫌でアニメーターに戻りたかったっていうふうに言ってるんですね宮崎駿結構ねこれはいろんなところで言ってるんですけどもとにかくナウシカが終わった時に早くアニメのアニメーターに戻させてくれっていうふうに言ったそうなんですよアニメ界でアニメの作画からですね監督になった人で アニメータータに戻っった人っていいないんですね。キャラクターデザインになってキャラクターデザインの次は演出監督になっていったらやっぱり一アニメーターとして戻るっていうのは他人の作品にちょっと付き合う程度はともかくですねほとんどなったことがないんですよ。ナウシカが終わってな次はナウシカ2ですねっていうふうに周りに言われた時にもう本当に鈴木敏夫の前でですね怒鳴るというかですねすごい感極まった感じで。 僕はもうこれ以上友達を失うのは嫌なんですっていうふうに訴えたんですよね何かというと監督をやってるとねこれまで一緒に机を並べていた仲間からだんだん仲間外れにされると当たり前ですよねだって彼らが書いてきた作画に対してこれは OK これはダメというふうに言わなきゃいけないとそういうのは僕たちが投影動画の時代に憎んでいた管理者の仕事であって仲間のやることではないと。 もちろん同じ作品を作っている仲間なんだからそういうのは分かっているつもりで,でもでもアニメーターが演出家とか監督とかっていうのをちょっと煙たく思う気持ちも分かると。 だから僕はもうナウシカでこんなに友達を失ってしまっただからもう僕は二度と監督をやりたくないんです分かってくれないんですか鈴木さんっていうふうにもう鈴木栄斗司夫にですねなんでこれが分かってくれないんだってめちゃくちゃ訴えかけて高畑さんのところ走ってって高畑さん今やったらアニメを手伝わせてください高畑さんびっくりしたんですねえお前未来少年こうなんで監督になったのにアニメーターに戻んのって高畑さんはその時赤毛の案やってたんですいやでも赤毛の案で宮崎駿が戻ってきてくるんだったらこれは嬉しいと思って宮崎 早にじゃあ頼むわって言ってアニメの作家の仕事をガバッて任せたんですよ。でも宮崎ヒは「いやこれでもう僕はアニメーターに戻るもう二度と監督はしません」って言ってなんか鉛筆持ってガーッて仕事してたらその日のうちに急に隣の席の作家が気になりだして「お前それはダメだよお前それはダメだよ俺によこせ」って言って直しだしたっていうことでですね。 いう間にですね、赤毛のアンを途中でやめて、そのままカリオストの後ろの監督になってしまったっていうですね。もう本当に東京03のコントみたいなことがあってですね。まあ、こういうね、男です宮崎駿っていうのは起伏が激しいんですね。やれると思ったら全部やると思うし、ダメだと思ったらもう本当に俺は本当に全部ダメなんだといううに思ってその通り行動しちゃうんですね。明らかに天才なんだけども、その意味では高畑イみたいな。 人格者っぽいところはあんまりないし大塚康夫みたいな趣味人のかっこいいじいさんみたいなところがなくてあがいていまだに現役でアニメを撮りたくてでも歯がボロボロになりながら作画してたりいまだに次の作品次の作品次の作品で作品ごとに自分の中のエロスとかそういうものを忘れず入れていや俺やっぱね53になったからわかるんだけども50過ぎてそういうエロスみたいなものを作品の中にエネルギーとして入れるのは大変だそうじゃなくて。 お行儀のいい文部省推薦みたいなアニメを作りたくなるんだけどもポニョ作れるのすごいよ俺はあんまり好きなアニメじゃないけどもすごいと思うジブリパークの話をします。2022年を目標にですね愛知県の愛・地球博記念公園に開業予定のジブリパークですね資料を見る限りです、ね、これってあの テーマパークではなくて、公園に近いんですね。埼玉県の反応にあるムーミンパークと同じようにですね。広大な敷地の自然を利用した地形の中に所々建物があるようなタイプです。だから、ジブリ博物館、ジブリ美術館を拡張したような感じになるんですけども、スタジオジブリと別会社でですね。中日新聞と一緒に運営会社を作るというのはですね。ここの報道のポイントであってですね。これはもう宮崎駿を外し。 なんですね。つまり、これはあの鈴木プロデューサー自身が報道で言ってるんですけど、宮崎駿と会うたびにどうしてこういうことになったんだろうと質問を投げかけられる。実際、宮崎駿監督はえい新作映画を制作中だが一方でジブリパークのことが心配でしょうがないという。鈴木はそんな宮崎監督を人が何かやってるとほっとけない。ものすごくおせっかいじじいというふうに言ってる。 というふうに報道されています。どうしてこういうことになったんだろうというのはですね、前にも話したこれは修辞的疑問というやつで,ですね。あの、どうしてこういうことになったんだろうと疑問に思っているわけではないんですよね。こんなことが許せるはずがないと宮崎駿が言ってですね。もし許せるとしたら俺が ちょっと思った通りにやるんだったらいいというですね。皆さんは、あの、僕の昔の映像で見たことがあるかな。アーシュラ系ルグインのところにですね。自分の息子、宮崎五郎がですね。外道選挙アニメに作る時に。行った時にですね。あのやつにゲド戦記が作れるはずがないと。原作者の前で散々演説をしたのと、全く同じ状況が。また今起きているわけですね。<laughs> 鈴木さんの証言、まだ続きます。ジブリパークは宮崎駿、長男の宮崎五郎が。一生懸命頑張ってるんですけど。それを温かく。 見守る人ではありません。ああ、でもないこうでもないとすぐに口を出す。三鷹の森ジブリ美術館で繰り広げられた。早乙、五郎の攻防を上げながら語ったという風うに言ってるんですけど、ですね。これね。なんでも別会社にしたのかって言うと、ジブリパークに口出し始めたら、映画がもうできなくなるのが見えてるからなんですよね。で、それよりは息子の五郎はですね。ジブリ美術館完成させたんだから、今後はそっちに集中してもらった方がいいんですよ。っていうのはやっぱり。宮崎駿が新作,作。 でないと、スタジオジブリとか鈴木敏夫の影響力って、どん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 小さくなっちゃうんですね。もう今、あの邦画アニメのですね。売上ナンバーワンは新海誠に奪われてしまってですね。うん、ジブリの影響力っていうのは、日本テレビの中でも小さくなってきてるんですね。で、今年の秋にハリウッドで映画博物館ができた時にですね、大々的に宮崎五郎、あ宮崎駿店があるのでですね。なんとか映画完成の宮崎駿の映画完成と言われている。2020年まで。うん このジブリの影響力というのを繋ぎたいところなんですよ。やっぱ面白かったのはこのロゴマークなんです、ね ジブリパークでこのロゴパーク報道によるとですねロゴマークは宮崎監督と鈴木プロデューサーの共作共同作品だとジブリの部分は宮崎監督がかなり前に作ったものでパークの部分を鈴木プロデューサーが宮崎監督のまねをしながら新たに付け加えたっていうふに言ってるんですけどこういうのを僕は共作とは言わないと思いますこういうのは偽物っていうと思うんですけどもだいぶ前に宮崎駿が書いたものに本当だったらこれ宮崎駿が書くべきことなんだけどもいや やっぱ、相変わらず絶対やらないっていうかですね、これをやらせると偉いことになると思ってですね、自分で勝手にこんなの俺だって描けるよと言って、マークの部分書いて、それを共作と言い張る続きとしてのですね、口先サンズの素晴らしさですね、本当にあの、 プロデューサーとしては超一流人間としてはもう土産流の人だと思うんですけどですねすごいな面白いなってこんなね偽物公式がやるっていう面白さですよねどっちにしてもですね僕はジブリパークには行くと思いますし息子の宮崎五郎がやってんだからジブリ美術館と同じですねレベルの高い展示になるんですよねあのね息子宮崎五郎って やっぱね、どう考えてもアニメよりね美術館とかテーマパークの方が向いてるんですよなんでかっていうと完成させてその完成度を見られるようなものではなくて永遠に完成せずにずっと手を加えて改良し続けるという博物館の方が宮崎五郎の才能を生かす方向になっているそっちの方に才能を感じます応援してますので是非、ね、2022年までに作ってください、えー、頑張ってください